浜名湖観山寺温泉灯籠流し花火大会は、浜松市西区間山寺町の浜名湖、ベーストリート周辺にて行われる灯籠流しと花火のイベントである。浜松市西区は、町内半島北部の立山寺温泉と呉松町の大草山に挟まれた浜名湖の内裏案城に約2000基の灯籠が流され、田畑円化成を中心としたスターマインを含む、 約3000発の花火が打ち上げられる。なお、会場周辺の遊園地浜名湖パルパルでも別の日に独自で花火を打ち上げることがあるが、これとは別物である。立山寺温泉の灯籠流しは、戦前からの歴史があるが、戦時中断されていた。1948年に、演習観光協会が結成されたことをきっかけに、1949年に、 浜名古夏祭りを開催した時よりこの花火大会が行われている。これと前後して、天竜下りや弁天島海開き花火大会、細江祇園祭りなども同協会の支援により再開、または新規開催している。2020年、2021年は新型コロナウイルスの影響によって2年連続で開催中止となった。浜松駅、 バスターミナル1番乗り場より、円鉄バスの30巻山寺線、または臨時シャトルバスに乗車。臨時バスは、通常の経路で運行する、確定便のほか直通便も運行される。当日は交通規制につき迂回運転や、区間運休を含む変速運転となるため、時間帯により浜名湖パルパルバスターミナル、または、ウェルシーズン浜名湖バス停が、最寄りとなる。 同じく最寄りの動物園バス停や浜名湖、ベーストリートバス停は、花火開催時間帯には交通規制のためバスが停車しない。寒山寺ロープウェイも会場に資金だが、当該時間帯にはすでに運行を終了している。なお、縁鉄観光によるツアーも組まれる。ありがとうございます。